大きい着続きました北野さあ今回はどうか四国勢が動いていきますさあ残りは2周7番の下沖突っ張る素振りは見せましたが四国勢を出しましたここは中段中段と乗り換えていきます岡山コンビが34番手に変わります九州ラインは5番手以降に車を下げ切りまして2コーナーからバックへと向かっていきますさあ6番の北野がまずは主導権を取りました2番の藤原良太が3番手そして車間があっての5番手が7番の下沖です 2センターから4コーナー回っていくさあ6番の北野優太が積極策主導権を握って縦1列競争最終周回ですがホーム前から7番の下木浩二がロングまくりです5番手から発進2番の藤原が3番手さ相当へと振っていきまして合わせて縦に踏んでいきます2番の藤原ですさあ7番の下木のまくりは2つそして5番の田中ですが内に切り込んで2番の藤原との連結外れました2番の藤原のまくりを7番の下木が追っていくという展開 距離あって三番手一番のヤギです。まずは二番の藤原亮太のまくり。七番の下置きが。追っていく展開からの二着。そして一番のエンコーチが三着と続きましたか。では改めて。一レース決定です。一着二番藤原亮太。二着七番下置きコーチ。三着一番ヤギコーチ。 さあ九州ラインが中南から車を前へと進めていきました最後尾の6番曽我部は追っていくようですまずは4番先頭安本を7番の高橋が抑えます前後七海が入れ替わりました4番手に6番の曽我部がいまして従いまして中国勢は5番手以降に車を下げています2コーナーからバックへと向かっていきますさあ7番の高橋が後ろ攻めから片通り前を抑えて先頭を立って鐘を聞きましたまだまだ流してスローなペースですさあ3コーナーからにセンター 外へ膨らましてさあ4番の安本のかましはここは一旦封じて安本は5番手まくりに構えましたさあただホームからまくっていきます4番の安本翔平一気に仕掛けていく逃げるのは7番の高橋番手は1番の米原そのブロックを乗り越えて4番の安本のまくりが決まって2コーナーからバックです2番の沖本がピタリとそして5番の鳥丸も 前へ2人をしっかり追っています中国ラインでできました7番の高橋がこれで4番手さあ4コーナーかを回って直線コースです先頭4番の安本翔平2番の沖本がそこ食い下がって4番2番5番中国ラインでワンツースリーと決まりましたそれでは改めて2レース決定です1着4番安本翔平2着2番沖本隆織3着5番 トリマルテルテマサ自力もしっかり考えてということでありましょうかひとまずは位置を上げていきます7番の松本の前を切りました南九州連携が動いた長崎勢の後ろ現在は34番手その2人を追って4番の井上号が5番手前から下げての松本和田松本ラインが67番手です さあ6番の南部亮太が前を切ってさあ打潮で5番の篠田がそこを叩いて主導権を握ります4番の井上が追っていきまして3番手これで長崎コンビが中段の45番手そして後方67番手まずは車間を詰める7番の松本拓也、ま、くりに構えて縦一列競争は最終周回です さあ5番の篠田がかける展開になりました、追走はすんなりの2番の中松、そして4番の井上、3番手です、さあ、車間を切る6番の南部でありますが、6番手から2角、7番の松本がまくっていく、1番の和田が追走します、さあ、松本ラインのまくり、3コーナーで4番手、3番手と位置を上げていく、さあ、逃げる5番の篠田、その後ろ、車間を切る2番の中松、松本のまくりは届きそうにない、2番の中松翔太が展開絶好、抜け出しています、4番の井上が中松の後ろ、追走からの2着に入ったようです。 それでは改めて三レース決定です一着二番中松翔太二着四番井上郷三着五番篠田辰樹四国線で上がっていくんですが6番の吉成は現在最高位さあ四番の高山が車を進めていきまして一番の立場に並びかけようとはするんですがここは一番の立場が突っ張っていくさあ四国勢は 一旦車を引いていてきます6番の吉成のポジションですが現在は3番、三木の後ろということで5番手、四国勢は引き切るのか現在、高山は吉成の外あたりなんですがさあ一旦打掌で引いた、下げた位置から仕掛けていくんですが1番の辰部も察知しまして踏んでいくさあ4番の高山でありますがなんとか少しでも前の位置をということですが現在は4番手、外あたり。 浮いた格好かそれでもまくり上げていくか2番の吉田は現在3番の三木の後ろに変わっています6番吉田に最後尾ですさあ2コーナーからバック1番の立部が突っ張り先行4番の高山は現在4番手の外平走この位置で粘ってはいるんですが3コーナーで足いっぱい交代ですさあ2センターから4コーナー回っていく先頭は1番の立部その後ろ7番の穴井がすんなり追い込んでいく7番の穴井でありますが1番の立部が振り切っているのかどうか5番の木良が3着入線です では改めて4レース結果をご覧いただきましょう1着1番立部風磨2着7番穴井俊久3着5番平勝信さあアクションを起こしたは船瀬ラインです6・7番手からスッと車を進めていきましてさあカマンシュの1コーナーまずは前を切りました 6番の田中一馬も上がっていこうとするんですがさあ4番の前田義和がそのうち6番の田中に牽制しまして中段どころは九州ラインこれで岡山トリオは5番手以降の3者と変わりますさあ3番の船瀬淳平前を抑えてそのままの先行体制2センターから4コーナー6番の田中が巻き返しを図るんですが1番橘5番の連仏さあマーク陣が後方の展開となりました6番の田中が1社で3番の船瀬を叩いて船瀬が番手にはまるさあ2コーナーからバック 7番車の篠原がこれで縦に踏んでいく展開九州勢はそこを目標に追っていく流れとなりました5番の連物が地元2番の柏山に絡む3番手2番の柏山1社交代の4番手です4コーナーから直線先頭は7番の篠原4番の前田義和が2着7番4番そして5番です第5レースは A 級初日直線競争ですそれでは改めて5レース決定です1着7番篠原龍馬 2着4番前田義和3着5番蓮仏康弘、回っていきます今のところ動きはないか4コーナー回ったところで関東勢動きを見せました車間クイル3番手1番の山形は関東勢を送り出しますさあまずは4番の小原が岡山コンビを抑えて四国勢は中段中段と回りましてこれで工藤柳田に岡山コンビを6、7番手に前から車を引き切りました並びが前後入れ替わりまして 金が入ります4番の小原が先頭ですさあ1番の山形が現在4番手さあ外バンクへと牽制受けて5番の駆動はなかなかいけない4コーナーもありましてさあ競争4番の小原ただし指導権で最終周回に突入します さあ1番の山形が4番手そして5番の工藤は前から下げての6番手2コーナーからバックへと向かっていきますさあ1番の山形が4番手から先まくり狙うかいや車は出ない5番の工藤もどうでしょうか動けないか4番の小原正の係は上々後ろは2番の藤原でそして7番の田村まで関東勢で決まっていくのか直線コース7番の田村も一人狙うか2番の藤原そして1番の山形。では改めて6レースの決定です 1>, 1着1番山形和樹2着7番田村正弘、3着2番藤原紀之3番の亀井が車を前へと進めていきますちらっと後ろを見るのは1番の西岡に先頭5番の久保田ですさあ北日本勢が千葉両者の上昇に乗って上がっていきそうな雰囲気さあまずは4番の藤沼5番の久保田に蓋をしての状態 2コーナーからバックにかけてさらに藤根小野で車を前へ進めていきますさあ北日本勢が主導権を取りましたが5番の久保田も遅れを取りません位置を決めにいきます3番の亀井と3番手でもつれましたさあ5番の久保田が仮面を押し込んでこの位置をさらに一車進めて2番の小野との絡みとなりました5番の久保田ですさあ最終周回後ろのもつれを尻目に4番の藤根が先行ですさあ5番の久保田と2番の小野2コーナーでここは番手さばいて5番の久保田が 恋を奪いました1番の西岡が現在3番手ここに降りた2番の小野とのもつれでありますが小野はどうやらさらに交代2センターから4コーナー千葉勢は絶対絶命です直線コースです4番の藤根を最後5番の久保田が捉えられるか横の動きも駆使して4番の藤根俊樹が押し切っています第7レースは S 級予選の2組目 2> それでは改めて7レースの決定です 1>, 1着、4番、藤根俊樹2着、5番、久保田康弘、3着、1番、西岡拓郎、回るところ、中段、外、さらに車を進めていきますが、3番の佐藤友也先頭、7番の菊池に肩を並べていきまして、まずは赤間周回、入ったところでインギリです。 さあ7番の菊池は3番手に下げて外上がっていくのは4番の竹内翼からの中国勢です2コーナーを回りましてさあ中国ラインが打章で先手を打っていきますこれで3番の佐藤が4番手7番・車の菊池は後方の6番手となりました2センターから4コーナー回っていきますさあ4番の竹内が厚みを生かして主導権を握って縦一列へ競争は最終周回です3番の佐藤4番手前と車間を切りました センターから2コーナー回っていきますさあ7番の菊池がどこでか3番の佐藤も仕掛けられないかさあ7番の菊池が踏み出して後ろをちぎってまくっていく3コーナーでどうでしょうか北日本勢の外北日本勢は合わせまくりで2センターから4コーナー車間を切る2番の西田先頭は4番の竹内竹内の粘りを最後2番の西田正志が捉えています第8レースは S q 予選の3組目それでは改めて8レースの決定です 1>, 1着2、2番西田雅史2着、4番竹内翼3着、3番佐藤智也小川健人が揺さぶりかけつつ車を前へと進めていきました6番の藤原が上がっていきますがまずは5番通木の前を1番の小川が切りましてそして中国勢がさらに抑えて前段と変わりましたこれで九州勢は3番手以降の中段はキープしまして 関東勢がが番番手で、ででさあ、す。す。の藤原が先頭です今のところ流してベースで2センターから4コーナーさあ踏んでいく6番の藤原1番の小川県とは中段3番手はキープしました5番の鈴木がどこでいくかさあ競争はいよいよ最終周回です 6番の藤原がどうやら先行策、迷いはなく追っていくのは3番の前反りさあ2コーナー、1番の小川が3番手からそして5番の鈴木は猛烈なスピードで6番手からまくり上げますさあまくり合戦、1番の小川のまくり外からいけるか5番の鈴木2番の小林が少し切り込みながら持っていく直線コース1番の小川健斗の先まくりが決まりました久留米ワンツー7番の桑原が2着第9レースは s q 予選競争4組目です。 では改めて、九レースの決定です。一着一番小川健斗。二着七番桑原亮。三着は五番鈴木健太郎。動かしました。三四コーナー回っていきます。水戸岡は二車で車をスうッと前へと進めていきまして。赤番集会の一コーナー回るところでは、まずは先頭五番の坂本を抑えました。 上がってきましたのは九州ラインさあ中段3番手以降が平を内が東日本ラインで外が九州ラインです2コーナーからバックへと向かっていく5番の坂本は3番手内で粘って引きませんスローなペースで鐘を聞いての3コーナーですさあ3番手この中段位置を巡ってもつれます先頭は6番の水戸2番のウォーカーがその後ろ 5番の坂本が3番手インでアウトが4番の球島でもつれますその後ろも内は3番高橋外は1番の坂田ですさあ最終1センターから2コーナー中段の並走は続きますさあ外並走から4番車九島が縦に踏んでいきますさあ2番の岡が番手ここはけん制を見せます先頭は6番の水戸が逃げて4番の九島もまくり切るのは厳しいか1番の坂田の後ろ5番の坂本詰まった展開直線コース4番の九島が最後の木戸に狙ってきたか 6番の水戸そして両者の間の2番の岡もゴルマいい伸びを見せていますでは改めて10レース決定です1着4番・九島直樹2着2番・大川隆二3着6番・水戸隆則2センターから4コーナー回っていきます大久保・宮本四国ラインが車を前へ前へと進めてまいります さあただ4番の伊藤弘樹は誰も出さないかただここで四国勢が34番手入りました九州ラインは5番手以降と変わっておりますさあ先頭は4番の伊藤まずは前行けから突っ張って3番の大久保は 東日本勢の後ろなんですがジャンから5番手2番の上田孝也が一気に仕掛けていきますさあ2センターから4コーナー4番の伊藤も反応して踏んでいく両者のもがき合いも2番の上田にここは軍配上がって5番の塚本がぴたりと続くんですが7番車稲吉は現在5番手東日本勢の後ろと変わっていますそして四国勢も後方から3番の奥久縦に踏んでまくっていく2コーナーからバックさあ一気に車を進めていくんですが3コーナーで4番手外辺りがどうやらいっぱい奥久のまくり2センターから4コーナー 1>, 1番の武藤は内をついていく3番手ただ2番の上田5番の塚本熊本ワンツー対戦、2番5番2番の上田孝也が人気に応えて押し切りましたでは改めて11レース決定です1着2番上田孝也2着5番塚本大輝3着は7番稲吉裕太さあじわりと2番の松本が動いていきました 赤番周回入りますが5番の宮本俊介は突っ張ります2番の松本がそれでも強引に根本前を抑え込んでいく4番のどううでしょうか浜田が松本と口が開きましたさあ一旦降りるか浜田2番の松本は現在5番の宮本との踏み合い宮本は出しましたこれで5番の宮本から新井郷志まで続きます宮本ライン西日本ラインが2番手以降3社と変わりました 4番の浜田がこれで5番手さらに6番高原最後尾3番、短期の小原さあ2番の松本隆治が一射逃げる展開ここは2角まくって5番の宮本俊介ですさあ後ろ7番の新井そして1番の郷士までできれるかさあ2番の松本は宇治交代そして外からは3番の小原待輝がまくっていきますがどうでしょうか4コーナー3番手外辺りかそして5番の宮本の外1番の郷士正臣1番のが鋭く伸びました 二着争いには四番の浜田浩二が名乗りを上げていますか。では改めて十二レース決定です。一着一番合志正臣。二着七番新井貴浩。三着四番浜田浩二。